フィー、ダメだよそんなに騒いだら、迷惑になっちゃうでしょ。あ、いいんです、ライザさん、好きにさせてあげてください。でも迷惑じゃない？お友達が遊びに来ることはありますけど、みんなこんなに騒いだりしませんから。なんだか賑やかなこの感じがとても楽しいんです。遊び回って疲れちゃったみたい。もうはしゃぎすぎだよ。こんなに疲れるくらい楽しんでもらえたなら私も嬉しいです。何も遊ぶものがない退屈な部屋だけど、それでもいいならいつでも遊びに来てね。それなら今度はお泊まりさせてもらうのもいいかもしれないね。お泊まり、ごめんなさい、それはちょっとだよね、さすがに夜中までこんな騒がれたら。いえ、迷惑とかそういう理由ではなく、その離れがたくなってしまいそうだからです。一晩も一緒に過ごしたら今以上に楽しくて、朝が辛くなるような気がするし、さよならは寂しい気持ちじゃなくて楽しい気持ちでしたいから。慰めてくれてるの？大丈夫よ、今は寂しい気持ちになってないから。でもありがとうフィー、あなたはとっても優しい子ね。